庫は何ら提示されていません。日本政府は松本留美子さんを含む全ての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、松本留美子さんの事案をご説明しました。拉致問題解決でした。続いて、ふるさとの声です。このコーナーでは、北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしています。今日は、拉致被害者松本留美子さんへのメッセージをお届けします。はじめに、留美子さんの弟さん松本弘之さんからのメッセージ。このメッセージは2020年6月に電話収録したものです。それではお聞きください。ルミネ、元気ですか？元気にしてますか？ルミネ録音を見なくなってから